おお。はい、始まりました。人道片出しの修行チャンネルでございます。今日のゲストはね、これまたすごい方がお越しくださいました。元アジアの、プロボクシング、チャンピオン日高リオ選手です。どうぞ。おお。ありがとうございます。今回コラボを聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、はい、素晴らしい選手ですね。私がちょっとボクシングの技術をですね、勉強させていただきまして、最後に人道家として試練に臨みたいというふうに考えております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ぜひですね、基礎的な部分、構えや打ち方などお越しいただけたらと思います。はい、お願いします。わかりました。はい。ではですね、まあ、大体その肩幅ぐらいに、はい、肩幅がちょっと広いですね、このぐらいに構えていただいて、はい、利き手の足を後ろに引きます。はい、で、ですね、これがこの足とこう被らないように、うん、はい、はい、はい、これに構えていただいて、はい、右手を今頬の、はい、左手は少し前に出して、はい、目の下ぐらいですね、目がこうなると、はい、目の下で、はい、下ぐらいに構えて、少しここに空気を入れる感じで、はい、はい、で膝を曲げて、はい、これが基本的なボクシングの構え、はい、すごいなります。はい、はい、でそこから手を左手を前に出したのが、はい、ジャブ、ジャブ、はい、あ、そうですね、そうですね、普通右ジャブを出してというと、はい、このまま出すんですけど、はい、すごい肩が重なっていいですね。あ、そういう感じで、はい、肩を少し、はい、でそれで顔がですね、はい、こうよくこう落ち向いてしまう人がいて、はい、そのまま前向いたまま、はい、するとこのこっから顎が守られていて、はい、でこっちもこっちが守られているんで、これが基本的な、まあ、ジャブになります。ジャブですね、はい、ありがとうございます。はい、右ストレートですね、はい、はい、これは初動はですね、はい、いろいろありまして、はい、足からなのか、うん、もう肩、手からなのか、はい、それは自分はとりあえず今はですね、はい、普通に肩からにしましょう。はい、肩をこう入れ替えて、はい、はい、でその時に顔もですね、はい、前向いたまま、あ、はい、これが、はい、ストレートですね。あ、いいですね、はい、で少し、はい、肩が回ることによって、はい、腰も回るんで、はい、で足も少し回る、足も少し回る、はい、これをすごいこうしないといけないということじゃないんですよ。はい、まあ、その肩腰がついてくる感じで、はい、はい、あ、もうそれもこれも完璧です、ね、あ、ありがとうございます。はい、はい、中心も真ん中にあって、はい、はい、この顎が守られてて、はい、もうこれも完璧ですね。ああ、はい、右ストレート、やっぱり体の使い方はすごい上手ですね。いや、とてもありがとうございます。はい、これが、ワンツーワンツー、はい、行ってみましょうか。はい、左右なんですけど、はい、左を伸ばして、はい、じゃあでこれが変えるときにですね、はい、手を入れ替えるときに、そうです、あ、これが、はい、そうです、あ、完璧ですね。こんなに、え、やったはったんですか。昔ちょっとだけ自体やったんですけど、ボクシング専門で習ったのは初めてですね、はい、あ、そうなんですか、はい、もう全然できてると思います、ね、あ、ありがとうございます、はい、で、フットワーク、はい、フットワークですけど、先ほどその忍術の足幅こういうのがあったと思うんですけど、うん、ボクシングはやっぱりこうクロスさせて、はい、っていうことはやっぱりなくてですね、はい、右に動くときはこっちの足から、あ、はい、で動いた分こっちも動くんです、うん、で自分のこ の, ニュートラルの体勢に戻る、はい、でこっちに動くときはこっちの足から、はい、で左足を動いた分右足も動いて、右足が動いても左足も動いてっていう感じですね。はい、これは前も後ろも一緒です。前の時は前足から、後ろ向きは後ろ足から。ああ、はい、ありがとうございます。基本的な、はい、基本的な話。これを最初に習って、もう皆さんもボクシングの初めの一歩を踏み出されると。はい、はい、いや、そうですね。はい、じゃあ、今教えていただきました人もですね、はい、ワンツーを実際に打っていただいて体験したいと思います。はい、でとてもですね、もうヘビー級のすごいパンチを、ちっちゃいパンチを見たら私受けきれないので、本当に空手のキック用のですね、ごっついやつを持ってきましたので、こ
ちらで受けさせてください、はい、ありがとうございます。ジャンプだけ、はい、ジャンプだけ、はい、はい、最初、はい、はい、この感じで、はい、はい、いきます、はい、おお、はい、これも、はい、かります、お願いします、はい、おお、おお、おお、明日が叩いてる、すごいです、おお、おお、おお、これ、あの本当受けさせていただいて光栄です。すごい、これ普通じゃ体験できないぐらいキレと重さですね。あの多分外からは伝わらないですけど、真正面に立つと全然違いますね。ああ、そういうふうに言われます。いやいや、もう本当に、はい、あの点になって巨大な石がボンってくるような、体ごと持ってかれるのはジャンプです。ストレート恐ろしいんですけど、すごくいいよ。はい、お願いします。はい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 、このぐらいで、はい、お願いします。いきます、はい、はい、重さの乗り方がやっぱりもうプロとアマの差を歴然っていう感じがします。ああ、本当ですか。はい、だからもうなんかこんなね、あの褒めさせていただくのも申し訳ないですけど、いい、もう体感としてもすごい実感しました。勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら忍道の中にですね、打尽行という行があるんですね。打尽行、はい、打つ人の行とかね、打尽行、へえ、そんなんあるんですか。はい、あの僕、まあ、別のチャンネルで、あの、はい、師匠です、ね、が振る竹のフルスイングをですね、はい、体でバーンと受けるとか、そういう授業があるんですね。めっちゃ痛そうです。だから木とかでガーンと打ったりとか、あと自分自身の体を打つっていうことを行います、はい、ちょっとご覧に行きたいと思いますが、はい、自分の急所をですね、はい、打ってですね、まず頸動脈ですね、はい、断食4日目ですごいですね。でも、まあ、こういう行がございましてですね、あのこのなんか人に打たれたり物にぶつかった時に耐え忍ぶという修行もございます、はい、そこであの誠に失礼なお願いなんですけど、はいはい、私の体を打っていただけます。そうなんですか。はい、わかりました。あの旗から聞いたらですね、断食4日目の疲労困憊している一般男性がプロの響きを僕からパンチを受けるって言ってるんですかね。おかしいですかね。本当にあのこれ断食8日目って、はい、あの考えられないぐらいの疲れてる時期ですよね、はい、あのボディービルダーとかでも、うん、結構その自分はあのそのジムに行ってるので、はい、あのまあ始めた人、少しずつそのカロリー量を、はい、あの減らしていって、はい、最終段階に行ったら本当にしんどそうにしてるんですね、うん、でめちゃくちゃして普段からも、はい、俺もうしんどいねっていうのがもう言葉が見えるぐらい出てるんですね、はい、それ矢野にその8日目っていうのがびっくりして、あ8日目見えないですよ、ね、昨日始めたぐらいの感じで。でもまあ、あの実はこれ一月目指して頑張ってるので、まだまだ初めのところでつまずいてられんっていうのと、まあたびたび経験があるのでだんだん慣れてきてるっていうのもまあ、そう修行として頑張っている。すげえ、すごい精神力ですね。
あれは自分は絶対できないです。いや断食も、はい、打診業も、はい、自分はやりません。めっちゃ弱いんで、そうね。これは、まあ、打診業は精神の方のやつで、はい、自分の急所を自分で本気で打てるかっていうのを、はい、絶対手抜いちゃうんで痛いところが分かってるんで、手のこういうところとかもこうやって打ったりするんで、いや、ちょっとやめてください。打てるこっちが痛いです。でもそれでこう、クッと耐えるな、精神で、はい、でその精神を持って果たして、はい、中二郎さんとパンチをどうなるのかと、はい、容赦しないです。おかめって言ってもしません。お、はい、頑張りたいと思います。お願いいたします。お願いします。では頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ではですね、はい、小中高、はいはい、こういう感じのレベルを言ったので、小中高、はい、大という感じで、はい、はい、ショーから、はい、ショーからいきます。はい、この辺いきます。この辺、お願いします。はい、いきます。はい、おお、ショーでこれですか。はい、ショーでこうなりますか。あー、今もうほんと手でポンですもんね。そうですね。ショーで、これ先行きが怪しいですね。ですか。これはちょっと覚悟は言いますね。中でお願いします。はい、じゃあ中いきます。はい、いきます。はい、うわあ、もう今ちょっと握り込みましたよ。ちょっと映像では分かりにくいか分かんないですけど、はい、握り込みました。これはでもさっきより止まんかったですね。これはうまいこと逃がさないで、もう受けて体験してお伝えするというのを頑張りますので。ああ、そうなんですか。小中高、こうですね。はい、こうおっす、おはようございます。よし、いきます。うっ、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 おお、すげー、すげえ、マジですか。すごい。これは伝わってなかったら残念ですけど、めちゃくちゃなパンチですよ。うお、集中しないと。次が最後の大、大、はい、大はちょっと、はい、また別格だと思うんで、はい、大いきます。ちょっと、ちょっと、はい、いいですかね。はい、立表と超開陣列在強いですね。いやいやいや、とってもないです。いや、こっちのセリフです。めっちゃ強いセリフです。当たり前なんですけど。よし、いや、これはでも本当に普段ですね、いただいた打撃に対してソムリエのようにですね、聞き方とか味わいをお伝えしてるんですけど、はい、この台に関してはレポートがちょっとで、できないです。でちょっと回復してきたんで、言いますとですね、お腹の中でも比較的こう腹直筋の強い部分を打っていただいてるんですけど、衝撃波が他の急所に波及するんで、溝落ちとかまでグーンっていうのが普通に効いてます。なので、お腹痛くなってます。すごいですね。いやいや、断食中なんで、断食中なんで、倒すイメージだったんですけど、普通にも倒されてましたけど、ダウンカウント入ってます。すごい、すいません。
世話を受けていただいて、いやいや、とうとうです、一級品のパンチをですね、もうチャンピオンのパンチをしかと体験させていただきました。誠にありがとうございます。ご上手、ありがとうございます。続きましてですね、続いきたくないんですけれどもまあ、ボクシングの武器といえば、まあ、ストレート系のパンチと曲がってくるフックですね、引っ掛けるフックのパンチをちょっと胸でですね、響きボクサーのフックを体験して皆様にお伝えしたいと思います。忍びの忍耐力で受け切ることができるのか、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今やったことないとおっしゃってました。やったことないんで、はい、小中高みたいな、小中高か、もう一発か、じゃあそう、一発で、じゃあ一発で、これは、はい、そんな小中高から耐えられる気がしないので一発我慢してしまっても、はい、終えたいと思います。はい、わかりました。お願いします。よし、この辺ですか。はい、距離的にはこの辺りです。はい、カメラ見すんないでくださいね、2発目ないんで。はぁ、ちょっとやってみたら、はい、ください。はっ、お願いします。いきます。はっ、うおっ、はっ、かなり、いや、もうありがとうございます。安全な部分だったんで、大丈夫ですけど、衝撃と、交通事故です、交通事故笑いが出てきちゃう。すごい。大丈夫ですか。いや、大丈夫です。大丈夫かどうかはちょっと、後日、検査をしてる。後で弁護士とかならないですけど、裁判にならないですけど、忍びの場合は後でこう請求しに行くものが夜な夜なか来るかも。夜な夜ないか、昼かの違いなんですけど。ありがとうございます。いいえ、でも、かなり打ちましたよ。かなり打ってます。大丈夫ですか。吹っ飛びましたね、僕初めて吹っ飛びました、この企画で。いや、ありがとうございます。いいえ、お上手、ありがとうございます。りました。いいえ、もう本当にでも、なんかこう、素人が考えるフックってこう振り回して、大振りにこういう、なんか、感じをイメージするんですけど、はい、コンパクトなのに、それにハッピーでして、凄まじい威力なんですよね。なんか、普通はこれに乗じて威力が乗りそうなイメージなんですけど、すごいコンパクトに、ドンって感じで、でも、起こったら爆発ですね。いややっぱり階級が分かれてるので、はい、下の階級の人はやっぱりこうそれなりに軽くを、しないといけないし、はい、また YouTube なんで、はい、ここまで強く叩いたのもう初めてかも分かんないですって言われていただきました。今の、はい、いや、多分この強さはもうリスペクトのお気持ちだと思ってありがたく頂戴して、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、もう宝物になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。今回のコラボの様子はですね、日高リオさんの、YouTube チャンネルの方でも、素敵なコラボ企画をですねさせていただいておりますので、ぜひ概要欄をチェックしてください。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。コメントも待ってます。